RWE ロゴタイプ S ンの RWE 本社 RWE のニーデローズム石炭火力発電所 RWEAG はドイツ S ンに本社を置く大手エネルギー会社 EON に次ぐドイツ第2位の電力会社でドイツ他ドイツ国外では中央イギリスアメリカ合衆国で電力ガス水道会社の大型買収を進め世界有数の公益事業会社となった ドイツを代表する大企業として、ドイツ株価指数の30名柄の一つに選ばれ、フランクフルト証券取引所に上場している。1898年4月25日、ラインベストファーレン電力会社は、フランクフルトアムマインに本社を置く、電力会社、エレクトリジタッツ、a g フォーマルス W ラメイヤー &CEO、CO、およびドイツゲゼルシャフトフュアエレクトリッシュ、アンターニーモンガンの出資を受け、 エッセンに電力を供給する目的で設立された。1902年、アウグストティッセンとフーゴ・シュティネスが、ドイツ銀行やドレスナー銀行などの趣旨で、ラインベストファーレン電力会社を買収した。シュティネスは、自らの土地に、RWE 最初の発電所を建設し、ルール地方各地の自治体と電力を供給する、契約を結び、急速に事業を広げた。 さらに彼は RWE に自治体や国からの出資を受けて、半官半民の企業とし、発電、配電のみならず、鉄道事業にまで進出した。シュティネスの死後も発電所建設や、事業拡大は続き、ドイツ最大のエネルギーコングロマリットとなった。外債は大部分をナショナルシティが引き受けていた。1925年には1000万ドル。 1927年には1500万ドル。1928年と1930年に、それぞれ2000万ドルを貸した。1931年には、さらに750万ドルを足した。外債の合計はおよそ2億7300万。ライヒスマルクに相当した。この貸付にはオプションがついており、ナショナルシティは、RWE 株を買い放題。青天井に増資が続いた。 1998年のドイツの電力自由化をきっかけに当時の八大電力会社は四つにまで集約された。デュッセルドルフの EON、エッセンの RWE、ハンブルクのヒューの参加となり、2006年に社名をバッテンフォールヨーロッパに変更したカールスルーへのエンベベイの四つ、2000年のビバとバイアグの合併により、ドイツ最大の電力、エネルギー会社 EON が誕生したが、 RWE もルール地方の競争相手であったトルトムントの部を吸収合併して e o n に次ぐ2位の地位を確保した。2007年、デグサの再編に出資をした。電力、ガス、水道、環境事業などの公益事業は世界中で民営化や国境を超えた M&A が進み、RWE もこれを受けて、イギリスの電力会社イナジーや上下水道会社テムズウォーター、 アメリカ合衆国のアメリカンウォーターワークスや、その子会社のカラム、チェコのトランスガスなど、各国の民営化された、電力、水道、ガス会社を買収し、ライバルのエネルギー企業各社に負けない、多国籍化を進めた。しかし、再生可能エネルギー分野へので遅れやドイツ政府の脱原発政策に伴い RWE の経営は、急速に悪化。2013年に1949年、 以来の赤字決算に転落した。2016年、イナジーを再生エネルギー事業会社として、分離、同社の株式の4分の3を RWE が保有する形で上場させた。2018年3月、RWE と EON との間での資産交換が発表され、RWE は EON の株式の16%を買収し、再生エネルギー事業を保有する一方、 EON は、イナジーの株式の76.8%を、買収指導者の総配電事業を得ることになった。RWE の主な子会社は、以下のものがある。イギリスは1957年以来、セントラルエレクトリシティ・ジェンナーティング・ボードや、サウス・オブ・スコットランド・エレクトリシティ・ボードという、国営電力公社が発電、配電を担ってきたが、1990年に始まった、民営化で、 CEGB は、送電部門のナショナルグリッド、発電企業のナショナルパワーとパワージェン、および原子力発電会社のニュークリアエレクトリックに分かれていった。うち、ナショナルパワーは、国内部門のイノジーと、国際部門のインターナショナルパワーに分かれた。現在、パワージェンは、ドイツの EON の参加となり EONUK と、社名変更し、イノジーも、ドイツの RWE 参加になり、 エンパワーに社名変更した。ニュークリアエレクトリックは南スコットランド発電委員会から分かれたスコティッシュニュークリアと合併市民営化され、イギリス最大の発電会社ブリティッシュエナジーとなった。南スコットランド発電委員会の原子力以外の部分はスコティッシュパワーとなり、イギリス国内外での勢力拡大を進めている。ありがとうございます。